4月2日火曜日、今日の天気は晴れのち曇り、日本放送、飯田浩司の OK、コー,ーアップ。 朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。おはようございます。日本放送アナウンサーの新妙一華です。日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田浩二の OK! 浩二アップ。この後8時まで生放送です、えー。今月はですね、今月末28日にイベントが控えているということでありまして、まああのー、スケットがね、まだ… お席はたくさんありますんで、というところの告知をいろんな番組にお願いをして、先ほど上柳さんのところでね、話させてもらいました。本当に。 ありがとうございましたメール等々もいただいておりますが横浜市のこちらはマースケさん、60歳の方朝ドラ系の市長出演お疲れ様でしたちょうど聞けてよかったです日比谷公園改修中でラジオパークできないですね知りませんでしたんでん、えー、理由が分かってよかったですまた来年のお楽しみです,ですねというわけなので連休、暇になってしまった人は県民ホールに行くしかないですね。<laughs> 今日も聞「いています一にもよろしく」とおっしゃる通りでございましてそう,そ,うそうなんですよ、はい、日比谷公園今大改修しててなんかあのー、目の前の日比谷通りっていうね大きな通りがありますが、はい、そこになんかでかいデッキをかけるみたいなね、えー、計画になっているそうでだからそ,れそのちょうどデッキ橋が架か,かるね、えー、向こう側 公園側があそこのいわゆる第二位以なんていうんですか大きな広場の部分になるらしいんでだからもうずっと工事するんだよねこれからねそうなんですよねええそれもあるんでえーゴールデンウィークはちょっとラジオパーク予定がありませんのでぜひぜひお越しいただければとえやっぱねみんないろんなこと調べてくれるなと思うのがえあじっこさんという方がですね X に寄せてくださってるんですけど あの大桟橋の話をね、さっき、上ちゃんがしてくれたじゃないですか、もう神奈川県民ホールから、この横浜港の方を見ると、ですね目の前にこう大桟橋というね、船着き場があって、そこはあの豪華な客船が、あの国際線のですねえ客船が発着するというところで、もうそれはもう明治と昔から、あそこらへん、赤レンガ倉庫とか、あの辺からですね、船が出ていたんですけど、今はその大桟橋というところから出ると。 そこの入港予定っていうのがあの横浜市役所のホームページにあるらしいんですよでこれをねわざわざえ、えー、書いてくれて、はい、でそれによると、えー、残念ですねって4月28日入港の予定はありませんねというふうに書いてくださってますあこれ見るとね結構いろんな船が来るんだなと,とだ,だからちょうどゴールデンウィークにこう旅をするためにその直前ぐらいにいっぱい来てるらしくてはあ、はあ、ええ えー、22日の土曜日にはダイヤモンド・プリンセスとかですね<ー>、えー、それからここ最近というか、まあ、週末に結構来ること多いんですが今週末はセレブリティ・ミレニアムっていう船が来るらしいとか、えーえー、日本丸だとかねいろんな名前がついてますよ。ね、であのー、あそこからね、はい、目の前大桟橋があってうん、うん、で右を見るとこう。 ベベイイブブリリッッジジがが私が子どもの頃にちょうどこのベイブリッジができたんですけどでその時にあの「世界で一番大きな客船だってここの下を通れるようになってるんだぜ」って言ってあの当時一番世界で大きな船っていうのは、えー、クイーン・エリザベス2世号という。 えー、クイーンエリザベス号というやつだったんですよ確かにクイーン・エリザベスはですねその後日本に来て大桟橋にも何度も泊まっていて「あやっぱりベイブリッジすごいね」なんて思っていたらあの最近の豪華客船はもっともっと多きくなっていてこの間ですね、あのー、この名前かな MSC っていうですね、あのー、豪華客船会社の船の取材に行ったんですけど、はい、でこれが「きっと大桟橋につ着いてそこで取材するんだろうな」と思ったらええー こう東京からバス出しててくれてですねそれで行ったらあのベイブリッジを渡らずにその手前であの大黒ふ頭のですねパーキングの方にぐる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 回りながら降りてくるんですよ。どどうしてどうししててと思ったら「いや最近の豪華客船は大きくなりすぎていてベイブリッジを越えられないんですよ」そうなんですねだから大黒ふ頭のところにつけてそこに特設のパスポートコントロールとかいろんなものを作ってでそこでやるんだとどんどん船ってものも大きくなってるんですよと今10万トンクラスの船。 はだからあのそこのレインボーブリッジも下くぐれずにですねはるに来ないで手前の大いふ頭が長かに泊めるっていうのも結構増えているというです、ね、<ー>やっぱりあのベイブリッジもよく考えると私が小学校ぐらいの頃だからもう20年以上経ってるわけでしょ30年ぐらい経ってるのか,ううかもうね時の流れっうのは早いなというところなんですがその歴史を見てきた神奈川県民ホールあの来年には建て替えということになって閉会になりますんで、うんはい、この機会にこの県民ホールを味わっておいて頂いかないとですね もう二度と味わうことができないということでございますんで4月28日日曜日神奈川県民ホール会場はお昼3時開演は4時ね、えー、ちょうどいい時間でございますんで、はいえー、ランチをしてから来るもよし終わってから中華街でいっぱいやるもよし、えー、ぜひ劇論を聞きいただければと思います新規アナウンサープロデュースのグッズも、はい、ね え今鋭意制作中そうなんですよ、ね、ちょっとね井田さんにもデザイン見てもらいましたけれどかっこいい仕上がりになってますね。うん、はい ぜひ,ぜひそのオリジナルグッズもご覧をいただいてお買い求めいただければと思いますのでそして、あの今朝方、ね、地震がありましたけれども心配されていた新幹線なんですが、えー、東北新幹線、それから山形新幹線、秋田新幹線と、えー、平常通りに動くということでありますのでえ、えーまあ、その情報も併せてお伝えをいたしました。 日本と世界の今がわかる朝のニュース番組飯田浩二の OK 工事アップ今朝のコメンテーターは経済アナリスト馬渕ま理子さんですこの後6時半過ぎからご登場まずはマイナス金利政策の解除決定後のマーケットの反応等々についてそして6時50分過ぎニュース7時またぎ昨日は新年度多くの企業で入社式が行われております、えー、そして自民党派閥の政治資金パーティー裏金事件39人処分へというニュースを取り上げます、えーそして そして7時10分過ぎおはようニュースネットワークのゾーンですが運送業建設業らの時間外労働の上限規制いわゆる働き方改革2024年問題なんて言われますがこれが昨日からスタートしておりますそして日銀短観昨日発表されております大企業製造業の景況感4期ぶりに悪化となりました7時30分過ぎニュースプラスワンのゾーンはインドネシアの次期大統領中国を訪問習近平氏と会談今日は日本に来て 岸田総理とも会談をする予定となっております。そしてここだけニューススクープアップ。七時四十分過ぎ、えー、投資家向けに広報活動を行う求人が六年でおよそ四倍にというニュースも取り上げてまいります。メールそして X こちらです。メールアドレスはコージーアットマーク一二四二ドットコム。アルファベットすべて小文字で C O Z Y でコージーです。

前週末に比べて240ドル52セント安い3万9566ドル85セントで取引を終えました一方ハイテク銘柄中心のナスダック総合指数は17.37ポイント上がって1万6396.83でした円相場は前の日の同じ時間帯と比べ約30銭円安ドル高の 1ドル151円62銭付近で取引されています。はい、あの1日のニューヨーク市場では<っ>アメリカの製造業の景気感を示す経済指標が1年半ぶりの水準に改善。うん。まあこれを受けて円相場は一時1ドル151円77銭まで下落しました。うん、まあ先週金曜日に FRB のパウエル議長が 利下げを急ぐ必要はないと述べたことも改めて意識された模様でドルが上昇しています、うん、まあ今週は金曜日5日にアメリカの3月雇用統計が発表される予定で注目が集まっています、はい、また あの円相場はあまた34年ぶりの152円台に再び接近しています、はい、政府・日銀による円買い介入の行方にも関心が向けられていますうーんこれ、本当、近づいたり、またちょっと戻したりっていうのをずっとここんとこ繰り返してますよね,、えー、ねちょっと市場がある意味、こうおお介入を催促しているような、そ、はい、んな動きにも見えますよね。 えー、今週ずっとこの神経線が続きますか。はい、あのー、雇用統計が強ければやっぱり一気にドル高主導で152円台って十分考えられますんで。なるほど。まあそうなった場合に、えー、ね、当局がどう動くのか<え>このあたり非常に注目だと思います。なるほど、わかりました。金田さんどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。 ここが気になるのコーナーですスタジオ長官各市が入ってまいりました、えー、今朝の紙面はまあバラバラという感じではあるんですけれどもうん4月1日からねいろんなものが変わるということ後ほどまた今日も取り上げますけれどもまあ一つにいい いわゆる2024年問題、えー、物流関係の方々それから建設関係そしてお医者さん、えー、など医療関係の方々にも働き方改革が適用されると。 いうことで朝日新聞一面トップ長距離輸送苦渋の撤退も運転手の残業規制始まる2024年問題物流滞る恐れということで、まあ、これは本当前々から言われたじゃないのという話でありますし、えー、この部分というのはまあ支払いしっかりしてくれないと人も集まらないしねっていうのは、まあ、かつ過去に、ね、この番組でも特集した時にもいろいろ取材をしたところでもあります。 それからあ毎日新聞は災害用井戸整備遅れ本市調査というね、えー、断水が災害などで起こったときに飲料水や生活用水確保するために、まあ、井戸の活用というものが言われてますけれどもこれを想定し,たいにしていない自治体というものがあ,あるんだと全国の都道府県所在市や政令市、えー、51あるんですがその3割が、えー、想定していないということを、まあ、毎日新聞独自調査で出しております。 それから読売は政局、えー、塩谷世耕氏に離党勧告へ登記等の。起立委員会ですね。え、三十九人処分対象自民不記載ということで。まあ、政治資金規正法違反事件をめぐってというところでありますが。まあ、これもまた後ほど取り上げてまいります。で、それから各市ですね。国際、あ、総合面だとか。あるいは日経は一面の、方のところ乗っけてますが。あの、日米の主導会談。 今月の10日あたりに行われる予定になっております総理が訪米してというところなんですがそこで、ね、いろんな合意がこうあるんじゃないかということが言われていて例えばん統合機能を強化して 日本の自衛隊とアメリカ軍の間のこう司令部機能を強化しようというような、ね、指揮権の話であるとかそれから日経は今日アメリカ、大型艦船日本で補修首脳合意へ東アジアで機動力向上ということで、まあ、あの今まではその戦闘能力のない船輸送艦だとか補給艦は日本で補修していたんですけれども例のです、ね、ロナルド・レーガンのような大きな空母だとかミサイル駆逐艦のようなものというのはアメリカに一旦戻して修理をしていたと。これを日本 日本でもできるようにしようじゃないかと、まあ、日本が持っているイージス艦だとかっていうのは当然ながら日本の国内で修理をしてますんで、まあ、その辺の能力というものを使うということが出てきております、まあ、日米協力で抑止力を強化しようという試みかというところであります、えー、それからまああの気になる記事ということで、まあ、青春、遠くなりにけりだなというふうに思ったのはですね、えー、日系の国際面に本当にちざく載ってたんですが3月30日をもってマカオ競馬が閉幕を迎えたと。 という記事があって、私あの若い頃香港に行って、そこからジェット船に乗ってですね、マカオに行ってっていうのも結構、まあ本当ねあのたたれたような青春でございますけれども、やってたんですね。であのジェットフォイルとなんかあの競馬場のね、えー、飲み食いのパッケージで安い。 プランとかがあってですね昼それ行ってでその後夜特レースに行ってみたいなね、えー、深夜になって、えー、本当方法の手で本港に帰ってくるみたいな本当は昔の,あの佐々小太郎さんの深夜東京みたいなことをやったことがあって、えー、今もう犬もですねそして馬も両方ともなくなってしまったとやっぱりねパッとその場で結果がわかるカジノみたいなものが流星になっていくっていうこういう時代なんだなと思うの思うんですが、えーえー、余談でございましたここが気になるでした。 この時間からコメンテーターの方々ご登場です、えー、今朝は今年1月5日以来のご出演でございます経済アナリスト真淵真理子さんですおはようございますおはようございますよろしくお願いしますよろしくお願いしますいや本当ねその間にご病気の治療に専念しておりましたけれども ご回復されて、はい、なんとか戻ってきました。いや、ご回復おめでとうございます。ありがとうございます。<laughs> うますもう朝のテレビもそうだし、えー、ね、あのー、うん、エでも、ね。うん、えー、こ、これも完全復帰と感じ。徐々にですね、体調見ながらですけども、一個一個仕事するごとに、あ。 なんか戻れそうだなっていうあ<ー>感じですいや本当ねね,やっぱね検診で見つかった時に驚かれたでしょうし、うん、かなり驚きましたね,、うん、そ,ねそんな話もあのメッセージで出されたりもしてらっしゃいましたけれどもあ、ね、まあでも病気とともに生きていくっていうのが当たり前の時代になっているので、うんうん、まあ生きそれと一緒に生きていこうかなっていう感じです、うんうん、いやいやでも本当元気そうで何よりというところですしま,すまたそんな人におんぶに抱っこで大変恐縮なんですが えー、再来週はスペシャルウィークにご出演いただいで,すでその後さらに2週後にはです、ね、イベントにも,、はい、もうう大変光栄なお機会めちゃくちゃゃく楽ししみにしてまますす <laughs> ありがとうございチケットの案内、後ほどまた詳しく、ねはい、お伝えしようと思っておりますが、えー、さて、そのお休みしている間に経済もさまざまな話があった中で、はい、いよいよ先月の金融政策決定会合でマイナス金利が解除されたということでありました。 まあ4月かなというふうに思ったところがこう1か月前倒しになったんですけれどもまああの大きな要因としてやっぱ春闘の賃上げ率が良かったというところははっきり上田さんもおっしゃってましたよね。私が驚いたところはそのマイナス金利のまあ 廃廃止と、はい、イーーールルドカーブコントロールの撤長期金利のところもコントロールしません、ええ、さらにはリスク資産であった ETF とかリートの新規購入もやめますとこの辺りの4つのことを同時に行ったにもかかわらず、うん、マーケットに波乱がなかったというところが、うん、やっぱりそこに関してはやっぱり素晴らしかったんじゃないのかなっていうふうに 思ってますね事前にいろんな話が、ね、そう漏れたりとか、うん、あるいはそのイールドカーブコントロールに関してはそれまでに2回ぐらいこう微,、はい、微修正しながら地ならしをしながら本当にマーケットが混乱ない状態でフラットの金融政策に戻せたということに関してはやはりあの上田総裁ならではの手腕だったのかなというふうに思ってますね。うんまあ、ね海海外外勢というか海外マスコミの中にはその、うん、政策決定会 この直前にまでやるなよとか。そうですよね。よね決定会合中にもなんか情報漏れてるじゃないかみたいなことが。漏れてたのはありましたね。うん、まあ、でも、日本でびっくりさせずに、やっていくには、あのやり方を取らざるを得なかったのかなっていうのがありましたね。あともう一個、日本のこととしては、今なぜ株高に進んでいるのかっていうと。はい、やっぱり、あの道しるべを、あの示すようなことができ始めたんですよね。<ー>アメリカだったら、その、はい、潜在成長率。 がいくらで 中立金利がいくらでとか<ー>そういう議論をずっとしてるんですけど、はい、日本ってその全然成長してないし、えー、金利もないので、えー、潜在成長率のの議議論論もも中立金利の議論もなかったんですよ<ー>だけどそれがあの今回ぐららいからこう色濃く出てきたんですよね<ー>つまり日本の今潜在成長率って0.5から1%ぐらい<ー>これぐらいの、まあ、国のパワーなんですけども、はい、これよりも低い金利水準であれば緩和的ですよね<ー>と。 ああ、なるほど。ここの理解が上手でした。上田総裁の説明としては。なので、えっ、ー、と、その辺りのところの、はい、あの長期の見通しを出せるようになってきたっていうのは日本なのかなというふうに思っています。まあ、今日、その足元の経済、これからさまざまなところでお話しいただこうと思っております。山、え、口、ー、さん、8時まで、お付き合いいただきます。よろしくお願いします。 コージーアップ番組イベント第2弾飯田浩次の OK コージーアップ激論横浜ベイサミット in 神奈川県民ホール4月28日日曜日飯田浩次新庄一華そして論客たちが神奈川県民ホールに集結日本経済の行方からアメリカ大統領選挙の影響日本の政治はどこへ向かうのか徹底議論する主演は青山茂春、須田真一郎宮崎哲也飯田泰之 片岡剛志真淵麻里子小泉優中川浩二峰村健治一般席チケットそしてグローバル配信チケットも好評発売中詳しくは番組ホームページまで日本と世界の今がわかる朝のニュース番組飯田浩二の OK 浩二アップ今朝のコメンテーターは経済アナリスト真淵麻里子さんです引き続きよろしくお願いしますよろしくお願いしますえーでは7時をまたいでニュースを掘り下げますこちらのニュースです 新年度を迎えたきのう4月1日全国各地の企業や官公庁で入社式や入庁式新職員の入所式が開かれました。 新型コロナウイルスが感染症法上の5類に移行してから初めての入社式となりまして多くの企業、観光庁ではマスクなしでの対面が行われました一方、小林製薬は紅麹サプリメントをめぐる健康被害問題を受けて入社式の開催を取りやめておりますあのー、5類に移行して何々が3年ぶりとかなんとかとかいろんなニュースになってましたけど久しぶりにそういえばこれを読みましたね。 そうか,そうかという二者、ね、そうですよねでもこの方々コロナ禍で大学生だった方々も多いわけですもんねおそらくそうですよね入った時がもうコロナでみたいなねじゃ,じゃあようやく対面でこういったお祝いができるような時期になれたってことですよねだ,だから大学の入学式とかがひょっとしたら取りやめになったかもしれないと、ね、リモートになったかもいろいろなできなかった可能性高いですよね 特にね、今はあの大学院まで行って入るとかいう子も多いし、そういう子にとっては本当。入学式も卒業式もなかったみたいな。そうかもしれないですもんね。ようやくこう、まあ暖かいね。はい。入社式が迎えられるというね、時期になったんですね。なんか、こういうのもね、うん、結構業種によっていろいろね。 あの特色が例えば日本航空はあ,あ,あそこの格納庫からハンガー入社式を久しぶりにやったみたいなねむずっとね皆さんなんかこう、ね、タオルかなんか持ってやって,らってましたし後ろに実機があってみたいなね,ね<ー>あとソニーだったかなあーはい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 がいらっしいって、えー、緑黄色社会のライブがあって <laughs> あ、ね、こんな入社式あるんだと思って <laughs> <と>素晴らしい元気だなと思って。 なんかあのソニーはあーコロナ禍で入社式できなかった 2> ね2年目3年目の社員の方々も呼んで横浜のケア,アリーナでやったと要請人ぐらい集まったっすごい規模ですねでこういうのができるようになるっていうのはある程度こうまあ大企業を中心かもしれないですけど余裕のある企業も出てきたってことですかそういうことですよねやっぱりあの人材獲得が今いの命なので、はい、やっぱりまあ初任給も上げながら入社式も華やかにっていう、えーえーえー そういうい時代に入ってきてきますね後ほどね日銀短観のところでまた詳しくはやりますけどあ、はい、なんかあの福岡銀行でしたが入社式のところで初任給を上げますっていうのを思い切り <laughs> <laughs> 社長が急に言ったみたいな話があったりとかえー、えー、初任給はどんどんこう上がってきて上がってきて,て,きてますね。ねうんう だから段階ジュニアのところですよね、はい、上がってないのがね。そこがなんか、あのーまあ、M 字カーブ的になっているて、ね、じゃないかって話が出てます、ね、しかも、なんか、段階ジュニアの層は、その我慢を慣れちゃってるっていうところもあるので、うん、そこもやっぱり含めて、うん、全体的にやっぱ賃上げしていかないと変わらないのかなというふうに思ってますけど足、ね、元、まあの経済、これからあ市場をまたいで続いていきます、ニュース、七時またぎ前半戦のトピックは、新年度、多くの企業で入社式開催でした。 改めましておはようございます。日本放送、飯田浩司です。おはようございます。日本放送、新葉一華です。<laughs> 今ちょっと、えー、今朝のコメンテーターは経済アナリスト、間淵麻里子さんです。引き続きよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。あの前半戦のところでね、経済についてというお話がありまして、 でまあ、そこの部分で,です、ね、雇用がどうなっていくかということ、まあ、特に中小企業等々も含めての賃上げの話というのが、ね、出てきております、まあ、あの入社式の話で景気のいい話というのは結構出てますけれども、うんまあ、この辺、ね、足元を含めて、まあ、この先というところま、うん、さんどううご覧になっってすすかそうですねやっぱりあの賃上げのところは大企業に関してはもう確認できていますのであとは中小企業がいかに賃上げできるかということで そうした時に実はあの厚生労働省が賃上げに成功した企業の事例集なんかのページをね<お> <laughs> 作ってるので是非<ー>みんな見てほしいなというふうに思っていて一つまあ事例を挙げていくと例えば調味料ソースの会社でまず値上げをやったんですよね。はい、値上げをししてて次の年ににはベースアップに成功して このベースアップが就活生に反応したとほと<ー>こんな事例があったりしますし、うん、あとえ日経テレ東さんがあの独自で報道されていたところなんですが、はい、鳥取、まあ、一番こう賃金が低いところで、えーえー、不動産の会社で、えーはい、みんなで1,000万円のあらり立てようよとほ<ー>なので、えー、50万円の1個50万円なんか儲かるようなプロジェクトを20個 みんなできき集めてきてそれができたらみんなで賃上げしようっていうことが成功して2年連続ベースアップと。 こういう事例をですねどん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 んやっぱ皆さんと共有していくことによって<あ>私はあの中小企業を含めた賃上げに向かうんじゃないかなと思っているので賃上げ大事、値上げ大事この総論は議論し尽くされたと思っているので、はい、ここから1年、2年というのは個別の具体的事例まねしたいなって思うような事例をみんなで共有していくっていうのが一番いいかなと思っています。 いいば文字の知恵じゃないですけど、えー、やっぱり人がいればい,、ね、いるほどアイディアはいろんなものが出てきてそ,、ね、その不動産屋さんの事例とかって多分本業と全く関係ないものでも,あ,もうありですし本業の派生の中でああの不動産を扱っているので、はい、あのいらない家財とかこういったものもできるだけか,ち、はい、かき集めて売る。 50万円できたと、うんこういうの20個だとあの従業員の方もやりやすいじゃないですか,、はい、なんか200万とかの目標値にされるとなかなか自分たちもできないと思うんですが、うん、50, 50万円のあらり出すようなものこれは出てきますよ、現場から<ー>たくさん,うんそれを20個みんなで集めてじゃあ次の年はみんなで賃上げしようこれ素晴らしいななと思ってますなるほど<ー>えでは、この時間後半戦で取り上げるのはこちらのニュースです。 自民党派閥の政治資金パーティーの裏金事件をめぐり39人、処分へ。 自民党の茂木幹事長は昨日安倍派と二階派の政治資金パーティーの裏金事件を受けた関係議員らの処分について党紀委員会に審査を要請しました両派閥の元幹部や政治資金収支報告書の不記載などが5年間で500万円以上の39人が対象となります党紀委員会は4日今週の木曜日に開く方針で茂木幹事長は今週中に処分を決定したいと述べました えー、次の衆院選に不出馬を表明した二階元幹事長はこの39人には含まれないということであります、まあ、このお話、ねえー、不記載とご記載で処分が一緒なのはおかしいというような不満が出たりとかいろいろ党内では、えー、出てきているようであります。まあ、何らかかけじめつなないいとととねといううころなんでしょ まあ離党とか除名になるとかなりきついというかね勝負になってくるかと思うんですけれども岸田さんがだから。 このあたりどう捉えていらっしゃるのかとかい今、最もご自身が注目しているところってこの4月10日に手まえているそのバイデン大統領国賓待遇でアメリカを訪米するというここが一番こうご自身の関心事なのかなというふうふに思ったりしていて、うん、なので岸田総理になってから、まあ、いろんなこと動いたと思うんですよね原発再稼働とか春闘の賃上げもできたし所得減税もやったしで、まあ、派閥の解散とか。 いろんなことが動いたんだけれどもそれでもなお支持率が低いということに関してはやはり岸田総理が何を目指しているのかというところ、はい、国民が気づいているのかなという、うん、そんななことを思ったりしますね、うん、なので私、このままこうあの自民党の,この形がこう突っ走ってしまうと、はい、自民党自体が自民党でなくなってしまうんじゃないかという危機感を感じていて。 なのであの一つの党にですごく一つの党だとしてもすごく大きな組織なので、はい、外部からどうこうするということも非常に難しいのでやっぱり自らの力で修復するしかないのかなっていうふうに今思っています。でそうした時にあの経済行動経済学の,あの、はい、ダン・アリエリーという方がこの不正企業の不正を直していく時の考え方みたいなのを提案されていて、はい、これも自民党に適用できるんじゃないかなというふうに思っています。で彼 の言葉っていうのは不正というのは滑りやすい坂道論なのでその上に立っているとどん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 こう滑っていくとなかなか元に戻れないとでこれを元に戻すためにはものすごいエネルギーがいるわけなんですが元に戻っていくための方法としてはあのやっぱり。 本来の自分たちの組織らしさ、これが何なんだろうかってこと常に倫理観を持って問い続けるしかないっていうふうにおっしゃってるんですよね。うそうしたときに改めて自民党らしさというものが何だったのかというのを自問自答する時期に今来ているのかなと思っているので、良いも悪いもあったかもしれないですけど、日本をまあ守ってきた自民党、その自民党が。 自民党の品格を損ねていないのか自民党らしさこういったものをまあ考えていく時期に入っているのかなと思っています処分すりゃいいってもんじゃないぞいうそうですねおはようニュースネットワークおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩司です今朝のコメンテーターは経済アナリスト馬淵真淵麻里子さんですえで,ではあこの時間取り上げるニュースこちらです 運送業業や建設業らの時間外労働の上限規制開始働き方改革関連法に基づく時間外労働の上限規制がきのう4月1日から建設業自動車運転業医師など4つの業種に導入されました。 ええー、まあ、いわゆる二千二十四年問題と、はい、まあ、物流の世界などでいろいろ言われていたことですけれども、うん、いよいよスタートします、ね。スタートしましたね。うん、これ、もともと、まあ、過労死を防ぐというような制度だと思うんですけれども。はい、で、皆様の労働環境をより良くしていこうというものなんですが、はい、よく中身を見ていくと、本当に。あの、現場の方のためになっているだろうかという疑問が残るところが、やっぱりありますよね。うん、で、例えば、あの、物流の分野では、あの、トラックドライバーでもしっかりと稼ぎたい。 人がもう稼げなくなってしまうので、やめていくよっていう風な声も出てきているので、なんか生活水準が落ちるので今の職辞めていくっていう風な決断をする方が多いっていうのはなんだか本末転倒なような気もします。それからあの元トラックドライバーの橋本愛紀さんにあの一度教えていただいたんですけれども、あのやっぱりこの高速道路で大型トラックに適用される法定速度がまあ時速80から90に上がると、これってどう そうなんだとその、まあ、時間短縮で物がは命めたいにだったらスピード上げればいいじゃないこれってすごく命に関わるし問題だよっていうふうにおっしゃってるおし教えていただいて、はい、やっぱりそういったところから見るにあの本当に現場の方の ために命ののためにななってるのかな生活のためになってるのかなっていうのはやっぱり疑問だなというふうに思ったんですね。なのでこの,あの残業規制労働改革っていうのは素晴らしいんだけれども本来向かっていく方向っていうのはやっぱり長時間で働いてる方に賃金が跳ね返らないという現実を国民みんなが知ってある程度価格転嫁 仕方ないよね。はい、で、その一部価格転嫁されることが消費者の負担になるんだけれどもだけれども、長い目で見たときにその物流もえ。建築も医療もインフラがちゃんと整っていることの方が素晴らしいんだっていう。なんか、そういう教育の時期にその猶予期間を充てるべきだったんじゃないのかなって。やっぱり思ったりしますね。はい、うん、結局そこに人がいて、その人の生活があるとか。じゃなくって、もうコストなんだからカットすりゃいいんだっていうのがもてはやされ。 そうですよねだからいつも論点がずれてしまっているのであのそこで働いている方々の生活が決して守られるような仕組みになりきってないっていうところが残念なのでもし変えられるなら今からでも少しずつ柔軟に変えていってほしいなと思います、ね、うんこれまあ働き方改革そのものの議論っていうのはもうそれこそ5年ぐらい前からあった。ええはい、でで適用もされてとていうところで 当初、うん、そのいやそうは言ったってまああの稼ぎたい人だっているんだから、はい、そういう人向けのシステムを作ろうよって言って高度プロフェッショナル制度っていうのができたはずなんですよね,、うん、す,よねすごくあれはあの業種が限られて、えー、まあほとんど適用できないみたいなことになってますけど、うん、いやはでも。 プロフェッショナルがね、夜も運転してやっているわけじゃないの。の、ね、と思いますけどね。だから稼ぎたい人が稼げるっていう枠は残してても良かったのかな。っていうふうに、やっぱり思いますよね。う,ん、うん。まあ、昔だったらね、あの、そこで稼いで起業すしようとか、うん、そういう志のある人が集まってきてる場でもっって、ね。夢があるね。っていうね。うん、業種だったのでね。うん。そのあたりがね、何かこう変わっていくっていうところが。はい うん、少しなんかいつもこういったものって現場と意見がずれていたりするなっていうのを改めてまあ4月1日に始まったということなんですがあのもし変えられるところがあるなら今からでも少しずつ修正してほしいなというのう、うんうんえー、は続いてこちらのニュースです3月の日銀短観大企業製造業の景況感4期ぶりに悪化。 日銀日本銀行が昨日発表した3月の短観・企業短期経済観測調査によりますと大企業の製造業では去年の同じ前回の去年12月と比べて2ポイント下落のプラス11と4期ぶりに数字が悪化しました一方大企業の非製造業は好調なインバウンド需要や価格転嫁の進展を背景に前回より2ポイント上昇のプラス348期,期連続で改善をしております 企業に聞き取り調査して、はい、いいっすよっていう会社から悪いっすよっ っていう会社を引いて、まあそれを数値化したと。そうですね。ゼロだとちょうどトントンぐらいと、うん。まあいいと答えてる方が多いというわけなんですけれども、うんはい、まあ大企業のところ少し凹んでいるように見られますが、ここはあの自動車メーカーの出荷の停止の影響などがあるので、はい、ベース自体は悪くないというふうに理解できます。うん、あと非製造業に関しては非常に強い、まあやっぱりインバウンドの影響で非製造業のところが戻ってきているというところなので、はい、かなりまあ強い数字は出てきています。 あともう一つがあの人手不足を表す雇用人材判断 DI なんですが、はい、ここがやっぱり極めて人手不足が鮮明になってきているのでマイナス36と。 いいう数字が出てきてきるかつこれ人手不足だと稼働できないとか、はい、もう閉、えーえーまあ、業してしまうとか<ー>いろんなことが起きえるのでここはちょっともしかしたら景気の下押しになる可能性があるのでなんとかこの人手不足を解消していくような策をまこれから考えていく必要性がありそうだなという ことになりますね。うん。まあこの人手不足の解消をどうしていくかっちゅうところで、うん、まああの今までであれば女性だとかあるいは高齢の方ってもうでもそこの部分っていうのはほぼこれは限界まで来てると思った方がいいですか？そうですね。まあ女性のまあ就業と、ね、あでも高齢のところはやっぱりちょっとあの、えー。 やめてしまう方もいらっしゃるので、うん、え高齢層に対するこう何て言うかなベースアップっていうところも取り組んでいる会社もいらっしゃるんですよね、はい、そういった事例も出てきているのでこの辺りの人材活用ももちろん必要ですし、うん、あと1点あのこれも日経さんが最初に報道してじわ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 広がっている事例なんですけど、はい、あの実質賃金プラスが群馬県が第1位なんですけどなぜ群馬みたいなクエスチョンだと思うんですけど、はい、これ2つ要因があって外圧。 コ,コストコートとかのああいう海外の外資が入ってきてるので平均賃金を上げざるを得ない環境にあるということとうもう一つ群馬県の高崎市が、はいえー、賃上げをした中小企業に150万円の補助金出してるんですよ。よ<ー>これは例に見ない あの策で皆さんあの後々減,、ね、減税しますよと、はい、それでは中長企業は遅いんですよねなので今の段階で150万円注入していただけるとそれがはっきりと賃上げに回っているので今日本で1位実質賃金プラス群馬が1位というなってる結果はここのあたりの地方自治体の,あの活躍があるので外圧プラス自治体でできる補助金 で補助金って議論あるし減税とどちらがいいんだって経済学でも議論あるんですけどやっぱりやっぱスムーズに今、日本経済が立ち上がろうとしているときにこういうふうなあり方あのポンプになるようなこう補助金だったら私はありかなと思うので群馬県の事例をどんどん皆さんにねあの広げていけたらなと思ってます群馬方式高崎方式みたいな。 購買意欲も高まるし企業の利益が高まれば法人税の税収も増えるしというなんかそのマッチポンプになるような補助金は、はい、いい取り組みかなと思ってますうん、まあ、ここの、ねあのー、補助金か税金か話であるとか <laughs>、ね、どうしてもじゃあその原資はどこに持ってくるんだみたいな話をしがちですけれどもある意味、損して得取るみたいなもんですよね最初に、ねこ,れね、これはあの財政面ではちょっと損してだけど、うん、そこに住んでいる方々が まあ住民税払ったりとかあとその法人税が高まれば結局、マクロの経済長い目で見れば循環していくので、うん、こういった視点がやっぱり改めて必要かなと思います、うん、あここあのまた外国人を入れてくればとか、うん、そうすると賃金平均賃金は上がらないままになってしまうって今、日本ができる、まあ、8000万人の人口の中でどうやってやっってていくのかおはようニュースネットワークでした。 お送りしております。OK ケー、五アップ。今朝のコメンテーターは経済アナリスト馬渕真理子さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。続いて取り上げるニュースはこちらです。インドネシアの次期大統領が中国で習近平氏と会談。今日、岸田総理と会談へ。 インドネシアの次の大統領プラボー国防相は中国を訪問し習近平国家主席と昨日会談を行いましたえプラボー氏はあそのまま今日から日本を訪問し岸田総理とも会談をする予定ですまずは中国に行って、うん、そして日本へということであります まあ中国にまずは行っとかないととどちらにもってことなんでしょうけれども、うん、まあ中国とは、ね、あの海洋問題で対立してますけれども、はい、あのインフラ面ではかなり中国のお世話になってきてるんですよねインドネシアは。インイドネシアは、うん、なのであの高速道路の建設なんかは過去、その日本か中国がどっちと手を組むかというときに結局、中国を選んだっていう経緯もあります,のでそうですよねなので、うん。 今回もやはりどちらにもあの手を組みながらということなんですがあのちょうどインドネシア今あのジャカルタがめちゃくちゃ問題になっていてゴミの山それから地盤沈下で首都がパンク状態なんでジャカルタから橋を渡って首都の移転計画をしているんですよね。でそのヌサンタラというねところに移転したいそうなんですがその費用なんと4兆円を超える。 費用があるんですが、ええ、この8割をインドネシア政府は民間投資で賄う予定で、うん、世界からも投資を募るつまり日本。 中国この辺りの意向もあって両国に会う必要があるんじゃないのかなとビジネスセールストップセールスをかけると。なんつったって今あるジャカルタからボルネオ島に移転するかなり遠いですしね森林地帯ですしコストはいりますけどねでもこの日本の結構不動産関係の会社って東南アジア各国が。 いいいろろプロジェクトやってるみたいです、ね、強いですしやはりその日本の技術を期待したいとか、はい、あの日本というエコな建物を建てることができるのでそのあたりもあの来てほしいという意向があるので、うん、やっぱりこういっうたう形でこう経済面でも、はい、あの結びつきを強くするチャンスかと思うので日本もここはしっかりと出ていく必要性があるかなと思いますしまああのグローバルサウスと呼ばれているところの一つですので、はい、経済成長著しい。 こことやはり日本も経済連携しながらかつやっぱり安全保障の観点からも仲間を増やしておくというのはすごく重要かなといいううふうに思いますねかつては ODA 政府開発援助などでひも付き支援とかいろんなこと言われましたけど、うん、まあこれ、民間主導でこう、ねえー、もうビジネスも含めてやっていくんだと。えー これだけ成長しているところだとまあ投資しておけば自然と儲かるかるもしれないまあリターンは返ってきやすいんじゃないですかね、うん、成長力もありますし、うん、2045年には、はい、あの先進国の仲間入りを目指しているわけなんで、うん、ここからまだまだ。 インドネシアは特に人口多いですもんね 2> そう。2億円超えていて、G. D. P. の成長率も5%パー超えてるんで。んはい。成長著しい国ですよね。うーんマーケットとしての有望性。はい。魅力はすごくありますよね。うんうんまあ、あのー、ね、宗教的にもいろいろこうあるけれども、まね。え、ね、でも、まあ、ある意味、ね、世界最大のイスラム教国だという,かう、ね、言われ方しますが。うまくこう統治してるんですかね。ね、あの、うん、まあ、統治の仕方はちょっと難しい。 しいかもしれませんけれども、私たちもうまく付き合っていくという非常に重要なあの国の位置づけになってくるかなと思ってます。うんえー、インドネシアの次期大統領、まあ中国そしてまあ日本を歴訪するというニュースを取り上げてまいりました。えー、今日から日本を訪問して岸田総理大臣とも会談をする予定ということで、まあ関係者によると木原防衛大臣との会談も調整しているとまさに安全保障の面もというところであります。 お送りしされます OK コージーアップお相手私日本放送アナウンサー飯田コーと新葉一華がお送りしています今ねイベントのグッズを絶賛 プロデ,ュース中デザインどうするというのをです、ねね、作っているところでそうそう飯田さんにいろんなポーズを撮ってもらったのいろんな角度から写真を撮って,撮って、ね、それをデザインに落とし込んでいるので今本当に鋭意制作中という感じでございますので <laughs>、はい、<laughs> 飯田さんの趣味もこう詰め込んだデザインになればなと思ってちょっとやってますのでね<ー>、はいどういうものになるのか,るのかちょっとだからこれはねあの前回のイベントのグッズとはまたテイストちょっと変わりますね。なるほど今回こう地元感とかこうか温い、うん 感じとか可愛らしさとかそういった部分というのをこう出していければなと思いながらいやいろいろ恐縮です本当に <laughs> 交互期待4月28日マンフジマリコさんにもお知らせい,いただきますので、はいすね、よろしくお願いしますさあでは続いてこの時間はここだけニューススキーパ投資家向けに広報活動を行う求人6年でおよそ4倍に リクルートの転職支援サービスリクルートエージェントによりますと投資家向けに広報活動を行う人材の2023年の求人数は6年前と比較しおよそ4倍となりました、えー、投資家向け広報活動、はい、IR インベスタリレーションズの略これ IR ってカジノのイメージだと思うんですけどそうですね。実はあの金融業界ではインベスタリレーションうん、うん、IR IR 部門っていうのが会社の中にあるぐらい私たちにとってはこ,のこちらの広報活動の IR の方が馴染みがあるんですよね。なるほどーこれすとかいうのを打ち出したりとか英、はい、文開示しましょうよねっていうふうなことを打ち出したので、はい、あのこれ専門の部署を 持ってないい会社ままだまだ多いんですよ総務部と経理部とかと兼任とかあ広報部隊と兼任とかなんですが、うん、ちょっとそれは難しいぐらいこの部署だけでもやることがたくさんあるし、はい、専門性もめちゃくちゃゃく高いんですよ<ー>なので私自身が実はあの日本金融経済研究所というシンクタンク立ち上げた背景にはあのこの IR をもっと 国として力を入れていった方がいいんじゃないかという政策提言も含めて立ち上げた背景があるので、でねうん、はい。でなぜかというと、はい、大企業よくね皆さんがこうニュースとかで扱うのは大企業の、えー、広報さんとか15人とかなんかすごい部署多い多いででかつ株価も今堅調なんですが4400社近くある上場企業の中で、はい、約3000社ぐらいは時価総額、うん 500億って言うと、うん、うわすごい額だと思うんだけどちちっちゃいんですこれちっちゃいんですよ、ね、そうです南朝っていう上場企業たくさん時価総額ありますけれども本当にそれ以外のトップの、まあ、数百社以外は、えー、全て日本は上場企業も中小企業なんですよ。<ー>っていうぐらい結構 そこに関する課題があって、はい、でひどい場合でいうと上場したとして時価総額が100億未満100億程度の企業がもうざらにあります。<ー>そうなると 企業は、はい、あのやっぱりその時価総額をてこに M&A したりとか、うん、企業買収したりするんですけど企業,企業買収するにもねあの現金をドーンと用意するっていうよりは株式交換でやったりです。そのためには時価総額が大きくないと<う>交換もできない。な,いそうですなので、うん、そういうふうなところで上場したは結局成長できないっていう企業があるので、はい、いろいろ私調べてみる中で同じ規模の 売上高とかぐらいの企業でうん、うん、時価総額が100億の企業と600億の企業と差がやっぱあるんですよそ,そんなに差がついちゃうんですねやっぱ500億より上に行っていくといろんなことができるので<ー>そこに何の差があるのかっていうと、はい、もちろん業種とかいろんなことありますが、ええ、やっぱりインベスターリレーションズ IR がうまい会社は マーケットで評価されて時価総額が上がっていくんですよっていうのを見たときに、はい、これは国としてアイアル人材をもっと注力していかないといけないし、ここのニーズはこれからもどんどん増えていくというふうに思っているので、すごく重要な人材なんですよ。これは投資家向けにある意味こういう会社ありますよってアピールをするみたいな仕事なんですか。そうです。個人向けもそうですけども、ーへーへー機関投資家、海外の方々に面談ですね。 ー番はね、面談をしていってあの聞いていいい聞ください自分たちはこんな成長ストーリーを描いているしこんなふうなあの、まあ、成長力があるんだっていうことを、はい、技術も含めて知ってもらうっていうところに一件一件機関投資家とコミュニケーションを取るという作業が。 発しますなるほどえそれはもう機関投資家の会社に行ってこう,うちの会社こんなんなんですって売り込みに行くみたいな、まあ、イメージそうですオンラインとかでも全然今は今はそうかなんですけれども、えーえー、聞いてもらう、えー、それをしかも海外に行ってやる場合もあるし国内でオンラインでやる場合これが機関投資家向けのコミュニケーションこれに加えて個人は個人向けのセミナーをやるんですよね IR セミナーと言いって、はい、全国地方をあんぎゃして。 うんいろんな地方の方々に自分たちがどういう会社でどういう理念を持っていて成長力がある配当どれぐらいみたいな、はい、めちゃめちゃ忙しい部署なんですよ。えそれは証券会社さんと組んでやったりするものんですか？あ、そうですね。証券会社さんと組む場合もありますし、独自でやれるやられる場合もあります。なるほど。なので非常に忙しいんですが、それが兼業という状態のものがまだまだ多いので、やっぱり I.R. 部署というものをしっかり立ち上げて、はい、でこれによって。 企業の競争力やっぱ高まっていいわけじゃないです時価総額が低くなっていたものがどんどん上がっていって高まっていくと企業として打つ手いろいろ打つ手が出てくるのでようやくこの IR 人材の重要性がより認識され始めてきたっていう。 なんかこの株価を上げるっていうとなんか,自社株買いとかそっっっちの方ででやろうととすするることが多かったりりしおゃ通それは ROE というものを高めましょうっていう時に、はい、資本を使うとあお e 多いって高まる計算式になっているので、うん、自社株買いで自分の持ってる資本を使っちゃう、うん、それからえ配当を出すってことも資本を使うことなんで、はい、そうすると、まあ、ROE というものが高まっていって。 いくんですがそれだけじゃないよねとつまり広報活動ーこの、まあ、PR 期待値投資家の期待値を上げていく時の役割として、はい、IR の重要性ってすごくあるんですけどこれまであんまり重要視されてこなかったんですが少しずつ今日の目を 見てきててきいいるというなんかこう境目に今立ってます、ね、あでこれだけね株価が上昇してくると特にそ株持ってるようなこう富裕層資産層は資産価値が上がって、はい、じゃあ次何に行こうかなみたいな、うん、ちょっと余裕もも出てきますすんねねそうです、ね、あの今大企業ばかりが本当に買われてるんですが、はい、ちょっと下のフェーズの企業も物色対象にこれから入ってくる時にいっぱいあるわけじゃないですか3000社、はい、どれ選ぶかって言ったらそれは候補がうまいところに。 やっぱり皆さん買うのでうすごく重要なな部署なんですよね、まあ、大前提としてその成長率、ね、成長力が高いというのはありますけど、はい、おそらくはそ,そうなのに候補が下手でみたいなところっていうのが結構、馬淵さんが見てるともったいないここみたいなかあたくさんありますし同じ売上規模であって差が出ている理由の最後はやっぱそこなのでもったいないですよね。であの今その当初も市場改革した、はい してますけれどもあの経営者が株価にコミットするというのは昔はありえないというか株価というのはもうマーケットにお任せなんで<ー>経営者はそんな言及しませんみたいな時代だったんですが僕らいいもの作ってればいいんですよではもうそんな時代ではないというのを東証がはっきり言って<ー>株価にコミットする経営をしなさいよとつまりそれは IR も充実させなさいよということなんですよね。それがその企業のためににももななるるし日本経済にも引いてはなると ということなんですよね。 うん,なんかねでそこに人材がこう求められればそそうですそうでですす、ね、なのであの、まあ、比較的高いあの年収になる可能性があるので、はい、人気の職種にこれからなっていくんじゃないかと思うので<ー>きっとね皆さんいろんなところでこのラジオ聞いて今の職場賃金上がらないなとかいろいろあるときにこういう職種もあるんだよということを選択肢の一つに入れてほしいなと思います。特にこう説明がうかかったりととするとそれだだけでだいぶ 調査そうですね。英語が得意だったりとか。ああ、そうかそうか。う海外機関投資家もけを考えると。なので自分の今能力があのもし、えー、まああの発揮できてないと思う場合はこんな職種も実はあったりします。うん、なるほど、えー。ここだけニューススクープアップでした。このコーナー含めてポッドキャスト、YouTube、ラジコ、タイムフリーでも配信していきます。番組ホームページご覧ください。 日本と世界の今がわかる朝のニュース番組飯田浩二の OK コージーアップ日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなた今回もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただき本当にありがとうございます飯田浩二の OK コージーアップは東京有楽町の日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお届けしています 番組ホームページでは登場していただくコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんですまた公式 X では平日は毎日最新情報を配信していますぜひこちらもチェックしてみてくださいそしてもう一つ飯田浩司アナウンサーが有刊富士でコラムを連載しています飯田浩司のそこまで有刊毎週火曜日の紙面もぜひご覧ください 日本と世界の今がわかる朝のニュース番組飯田浩二の OK5G、OK、アップ忙しい朝そして移動中ニュースを少し深く知りたいときぜひ AM、FM、ラジコはもちろん日本放送のポッドキャスト YouTube でお楽しみください